出てこい。何者だ。その装束、お前は。君がサスケくんか。やっぱり似てるわ、イタチさんと。怖っ。カッ。さすが先輩。うるせえ。こんなガキにあのオロチマルがやられたとはな、未だに信じられねえぜ。いい目で睨みやがってるぜ、トビ。うん。早い。まずは一匹。瞬身の術が早すぎて僕らじゃ無理っすよ。こいつ。トビ、下がってろ。決してデダラ先輩のこと。ヤギャうるせえぞ。ああ生きてた。こいつはどうだ。もうちょっと遊んでやるぜ。うん。くだらん。まだまだ。そろそろ行くか。そう。どうだ。ダリ。おいトビ。てめえはどっちの味方なんだよ。なら。ここは C2 がベスト。分かってんな、トビ。もうあれで行くぞ。うん。任せたぞ、トビ。おっす。厄介だ。来た。スーパーフラットだ。前を見切られたか。カカシノだろう、それ吹き飛べ。かかった。やったか。あれはオロチマルの獣印か。ねえ先輩、地雷粘土。上からは誘導弾、下からは地雷か。誘導弾を確実に当てるためか。俺の攻撃範囲の外。次のはでかいぜ。うん。飛ばせるか。朝でガードなんかすっから、もう飛べねえな。終わりにしてやるぜ。うん。この位置。そうか、あの攻撃で刀の真上にオイラを誘い込み。やばい、下には地雷が。って言ってんだ。あの目、あの目だ。つきしょう。これは芸術だ。お前の負けだ。ふざけるな。オイラの方が上だ。負けるはずがねえ。あんな
あんな取っておきだ。次で殺す。ディボーカルラだ。イタチを殺すための取っておきの術だったんだから、こいつも爆弾なのか。だとしたらいきなり逃げんのかよ。おい、逃げ切れると思ってんのか、この C4 カルラから。いや違う、これはオイラの勝ちだ。芸術は爆発なのだ。消化。これぞ最高傑作だ。イタチに礼を言わなきゃな。勝った、勝ったぞ、オイラの芸術が。チャクラを使い切ったようだな。チャクラが練り込まれた小さな爆弾。お前が C4 で死んだように見えたのは俺の幻術だ。急所は外してある。イタチに礼を言わなきゃって言ったんだ。粘土分身か。これで本当の最後だ。直接 C4 を食らえ。うん、やっぱりか。その中はさっきと同じ目には見えねえ C4 爆弾だで。さあどうする、うん、この距離なら雷霧を伸ばした攻撃も当たらねえぜ。終わりだ。カー、オイラの勝ちだ。オイラの芸術が勝ったぜ。なんで。C4 爆弾を。お前、お前まさか気づいてたのか。シャリンガンを相手にするときは印は隠して結ぶのが基本だ。俺の千鳥はライトン。そういうことだろう。ドトンはライトンに弱い。あんたの爆弾はライトンを食らえば起爆しなくなる。おかげで体がボロボロだ。正確には千鳥という術だがな。けどどうやって、どうして地雷の位置がピンポイントで分かった。この目はチャクラを色で見分ける。イタチはどこにいる。うわっ、生きがってももうギリギリじゃねえかよ。急激にチャクラがなくなったようだな。今度こそオイラの芸術で殺されんだぜ。そういうとこがムカつくんだよ、てめえら兄弟のそういうとこが。そんなものは眼中にない。それよりイタチの居場所を教えろ。シャリンガンまで引っ込めたか、舐めやがって。オイラの究極芸術だ。死んでオイラは芸術になる。そしてオイラの芸術は今までにない賞賛を受けるだろう。オイラの賞賛の中、てめえは確実に死ぬ。怯えろ、驚嘆しろ、絶望しろ。オイラの芸術は感じられないで、そのまさかじゃないか。サスケの血をちょいっと垂らして口寄せの術。
そいつがオロチマルの口寄せ。なるほど、幻術か。なんだ、ボロボロじゃないか。この俺さ、利用しやがって。その目で俺様を操ったの。ああ、死んじゃったよ。いた！やっぱりここか。急にチャクラが消えたからどうしたのかと思えば。それだけの話だ。まだやみませんね。体に触りますよ。冷酷なあなたが今何を考えているのか。子からだと泣いてるように見えますよ。これで内派一族はあなた一人になってしまった。あいつは死んでない。それに雨が止んだな。